本当に皆さん素晴らしい生徒だと思いますが、長いことこうじっと座ってですね、でこうメモを取りながら、ずっとこう我慢強く聞いていただいているので、ね、ユダさんが言ったこともですね、私が今まで言ってきたこともずっとその非常に基本的な大きい原則なんですけれど、こういう考え方をこうずっとこう頭に置いておいていただくと、聖書をですねよりよく理解できるんじゃないかというふうに思います。それでそのいわゆるバランスの取れた考え方ができると思うんですね。究極的に言いますと、その大部分ですね、教会で得られることというのは、what you get in most churches is actually the doctrines of that church。それはその教会の教義なんですね。教会に行ってて学ぶことができるのは。Each church has its own creed, whether it's written or not, I don't care。まあこれは書かれている場合も書かれていない場合もありますが、個々の教会というのは必ず特定の教義を持っておりまして。And what the church wants is for you to affirm and to accept and to continue the doctrines of that church。そしてですね、まあ、教会が皆さんに求めるのは、その教会の考え方に従っていただくと、そのことを受け入れていただくということなんですね。この皆さんがイスラエルの、例えばネティビアに来ていただいたとしますと、私たちはその基本的に教会というものには属しておりませんので、海外のですね、イスラエルでそのさまざまな、その古い教会というんでしょうか、コミュニケーションというのは全て外国の宣教団とかのですね、影響下に設立されておりまして、もう全く独自でですね、自分たちだけで立ち上げたのっていうのはネティビアが初めてのコミュニケーションなんです。そして私たちはもうこの自由を持っているということを大変こう高く価値づけておりまして。しかしながらその自由でいることというのはなかなか大変なことなんですね。まあ、その自由というのジャニス・ジョブリンというその歌詞の中でですね、自由というのはですね、他にすることがないということとの別の表現だというような言い方があるんですけれど、つまりその自由になっているというのは非常に大変なことなんですね。しかしながらそれだけの価値はあるものなんです。私たちは全てのことに対する正しい答えを持っているわけじゃなくて、全てのことを理解しているわけでもないですし、私たちは確かにそんな状態ではないんです。まあ、その私はその全てを知らないということを別に恥じることではないと思っております。初めに申し上げましたように、 This is our studied opinion。これは私たちがこう学んだ結果の一つの意見でありまして、We could be wrong. 私たちがその間違っているという可能性もあるんですね。We could be wrong. 私たちは間違っているかもしれませんし、So don't believe us. ですからその簡単に信じることをしないで、Take your notes. よくこうノートに書いて、And go back to the word and check it out. そしてその聖書を開いてですね、ちゃんとこう確かめてみていただきたいと思います。A few technical things that words that I need to share with you in order to understand a little bit better in greater detail the whole sacrificial system. 犠牲のシステムということをご理解いただけるためにですね、いくつかのちょっとことを学んでいただきたいというふうに、まず最初に言葉とかを確認しておきたいと思うんですが、Go to the blackboard. ちょっとユダさんにお手伝いいただきたいと思います。The main word for sacrifice, 犠牲ということに関するですね、最も重要な言葉は、in Hebrew, ヘブライ語では、is korban. コルバンということなんですね。
コルバンというのは、in Hebrew, in Arabic, in Aramaic, アラビア語もアラビア語もそうなんですけど、すべてのその専門系の言語はそのコルバンという言葉を使うんですが、Now, the root of that word in Hebrew, コルバンという言葉の語根というですね、その言葉の元になっているのは、means to come close. それは近づくということなんですね。For example, if you open Exodus, chapter 28, 28章ですね。And you read what it says there. そこに書かれていることを読みますと、you could read it. Sacrifice Aaron and his sons to be as priests. そのいわゆるアロンとその子供たちがですね、祭司といたしまして。Or you could read it.Bring them close to me. I don't know how the Japanese Bible. それをその私のところに近づけなさいということを言っているわけです。Open chapter 28 of Exodus. Tell me the first sentence, the first word. Bring them to me. Bring to me Aaron and his sons, right? ここにですね、タマルとあなたのもとに、あなたのもとに来させと、またイスラエルの人々のうちから始めですね、一節ですね、あなたの兄弟と、その子たち、すなわちアロンとアロンの子、ナダブ、アビュー、エレアザル、イタマルとあなたのもとに来させというところですね。Okay, in Hebrew it says, Vata akrem elecha et Aaron achicha. The same very words as sacrifice. ここにですね、犠牲というのと非常に近い言葉がですね、この、そのコルバンという言葉の元になっている言葉がこの元に来させるというところに使われているわけです。So that's the main word. It has the meaning of getting close, of approaching. つまり近づくと、誰かに近づくというのがこの言葉のになって、この言葉のもともとの意味なんです。Approaching somebody. 誰かに近づくということですね。Bringing somebody close to you. 誰かをこう近づくに近づけるというんでしょうか。The second word. そして2番目に重要な言葉は。その言葉で使われている言葉というのは、the word オラ、オラという言葉なんですね。オラ、オラですね。Which means to go up。これはその登るという意味ですね。And a good verse for that is right the beginning of the book of Leviticus。これはレビ記の初めのところに、レビ記の一章に出てくるんですが。この考え方が出てまいりますが、レビ記の一章ですね。で、ここに何度も何度も出てくるんですけれど、これから。Verse 6 of Leviticus chapter 1. 一章の6節を見ますと、talking about a burnt offering, strengthening もしそのあなたがその犯罪を捧げるならばというであるならば、鳥であるならば、そこへ行くやです。 Here the imin ha'of ola korbanu ola korbanu burnt offering ola korbanu, in other words, ola means burnt offering. If you offer unto meme a burnt offering from the turtle, from the pigeon. その時にはそのイエバトという言葉、ヤマバトかイエバトということが書かれているわけですね。そうです。I don't have an English Bible with me. Somebody have an English Bible?Hola. Corbano means, here's an English Bible. The Corban, the offering, the... Hansai という言葉が、Hola というのが、Hansai というような意味で、
And here you have, and if the burnt sacrifice of his offering to the Lord is of the bird, then he shall bring his offering, his korban, turtle dove and young pigeon. それでその鳥の反対の反対というところというか、これ口語訳で申し上げてるんですけど、ここがですからオラになっているということですね。There is many kinds of sacrifice. ここにはそのいろんな反対にはいろんな種類のものがございまして、The general word for sacrifice. There are two general words for sacrifice. 犠牲ということを全体をこう表す言葉というのが2つありまして、One is korban. 一つがコルバンなんですね。And the other one is zeba.ゼバクという言葉と2つの言葉があるわけですね。Much to my regret, これはちょっと残念に思ってるんですが、in the English Bible, その英語の聖書を読みますと、and in the Greek text, ギリシャ語 の方もそうなんですけれど、they are both translated as offerings. どちらもその犠牲というか捧げ物というふうに書かれておりまして、コルバーンと、何でしたっけ、オラー。ゼバその違いというものが、どこにも翻訳し分けられておりません。 Both Zeba and Korban mean offering. まあどちらもその基本的には犯罪という意味なんですけれど、違う言葉なんですね。 Korban doesn't have to be burned. Korban という言葉を使った場合にはこれは焼く必要はありません。 And in the New Testament you see that very wellin the discussion of Jesus with the Pharisees. このイエスとファリサイ人がこう話し合っているのの会話の中にこれは出てくるんですけれど、In the English Bible, the word korban is in that story with Jesus not even translated. It says that the rich man that gave all of his belongings as korban to the temple, so that he would have to give his parents any support. He said it's korban.神殿に対してこれはコルバンだということを言えば、要するに両親の世話はしなくてもいいという話が出てきますが、この時出てくるコルバンがこれなんですね。コルバン is an offering, a sacrifice, but it doesn't have to be on the altar. It doesn't have to be burned. ですから、コルバンが行われる、考えていただいたら分かるように全部燃やしてるわけじゃないわけですから、ですから焼かなくても、その捧げ物という形で使えるのがコルバンなんですね。And Zeba is an offering on the altar.でゼバというのは必ずこう祭壇の上で焼かれるものですね。焼かれるものがゼバになるわけです。Then Ola is one of the main kinds of offering. It's a general offering, a burnt offering. そしてそのオラというのがこれがその全焼の生贄、反祭と言われるものになります。The next word is hatat. その次にですね、ハタットという言葉があります。Hatat is ハタットというのはA sin offering. これは罪に対する大祭というんですかね、というようなこと意味の単語でありまして、It is a sin offering. これは罪に対する捧げ物、犠牲でありまして、For a sin that was committed inadvertently by mistake. これはですね、いわゆる過失ですね。故意ではない罪を犯した者に対する犠牲ということになります。The word sin 罪という言葉には means missing the mark. それはそのいわゆる的に当たっていないという意味でありまして、Now we see that in the letter to the Romans. これはローマ人への手紙にはそのような意味で使われているんですが、But that kind of sin これらのその罪というのは is a sin that was committed bishkaga by mistake.Inadvertently, without intention. それはですね、その場合にはですね、いわゆる過失であると、故意にあったものではない罪というものに対して適用されるのがこの罪のための備え物というものなんですね。I suppose that if Christians sin, if I sin, I would say 99% is by mistake. そしてですね、クリスチャンの方が罪を犯されるとします。そのうちのですね、多分 99% までは故意ではなくて過失によるものだと、失敗によるものだというふうに思うんですが、Not by intention.つまりそれをやろうとわざと意図的に故意にやったものではないわけですね。Not premeditated sin. その前もって考えてやった罪ではないんですね。
So Hatat is the next kind. Ola Hatat. Ola is Hatat というのがその今のつまり罪に対する過失の罪に対する捧げ物なんです。And then Shlamim. 次にシュラミムというのがありまして。Shlamim is translated. Let's see. Leviticus chapter 7. でレビ記の7章にこのシュラミムというのが出てきます。Verse 11. の7章の11節にこのシュラミムというのが出てきますね。How is it translated?これは集音祭ですね。この訳で言うと集音祭なんですが。How is it translated in Japanese? Verse 11. Zotorata Shlamim. Thanksgiving, offering. その感謝の捧げ物というような意味ですね。The word Shlamim comes from the word Shalom. このシュラミムというのはシャロームという皆さんご存知の言葉があります。It's a peace offering.これは平和というんでしょうかね、和解というんでしょうか、そのための捧げ物ということになります。So thanks to the Lord. 主に対して感謝を示しまして。これ4番、ちょっとこちらで。ああ、これはどうですか、ナオジさん。I tip my hat. シャポー for ナオジ。ナオジさんに帽子を脱ぎますということで。Yeah, very good, very good. カッタ。いや、Because what do they show?それそのこれらによって分かることというのがございまして、They show that, you know, our concept of sacrifice, まあ私たちのその犠牲というものに対する考え方ですね、is very shallow in the Christian world. まあこれはキリスト教の中のその犠牲に対する考え方は非常に薄っぺらいものだということを言います。People get upset. その例えば誰かが怒りまして、When I showed them.From the New Testament, というのは新約聖書を開いてですね、そして that many years after Paul became an apostle, パウロがですね、もうだいぶその使徒になってから、だいぶ経ってから、and he, traveled all through Asia Minor and Greece, そしてもうアジアとかですね、もうそこを回ってそのいろんな教会を設立したりしながら働きまして。And after writing the letter to the Romans, そしてローマ書とかを全部書きまして、and after writing the letter to the Galatians and Ephesians and Philippians and Colossians, ガラテア書とかですね、他のコロサイ書とか他のさまざまな手紙も書きまして、when he came to Jerusalem, そしてエルサレムに帰ってくるんですね。He went to the temple, そしてその時彼は神殿に行って、and he offered sacrifices, そしてそこで彼は犠牲を捧げているんです。このことにみんな怒るんですね。And most Christians get very upset. How could it be? I mean, Jesus died once and for all for our sins. How is it that Paul, the great apostle, offered sacrifices in the temple in Jerusalem? もうイエス様という完全な犠牲が捧げられた後でね、なんでその大使徒のパウロと回る者が犠牲を捧げるのかと、そんなバカなことはないと言って怒り出される方が多いんですが。I had some very, very famous preachers, pastors.まあ、私はその何人かの偉大な説教者たちとも会ったことがあるんですが、Tell me, if Paul offered sacrifices in Jerusalem, it means that he backslid at the end of his life. そしたらもう結局ですね、それは人生の最後にですね、せっかく彼はその進んでいったのに、またその後戻りしてユダヤ教に帰ってしまったのかと。That's ridiculous. まあ、これはそのバカで寝るんじゃないかという人もいるんですね。Paul died in Rome as a martyr of the cross.このところはパウロというのはもう十字架にかかって最後にローマで死んでるわけでありまして Not as a black backslider Black backslider, not black slider Black slider is Obama
なんか要するにですから、要するに釣りをして元に戻ってダメになっちゃったではないと。ですから、もう信仰からまた落ちてしまうというやつですね。そういうことになったわけではないと。まあ、彼はそのような状態ではなかったんです。この犠牲というものの中にはいろんな種類のものがございまして。And what the kind of sacrifice that Paul did in Jerusalem? で、パウロがエルサレムで犠牲を捧げたというのは、On the feast of Shavuot, これはシャブト五旬節ですね。ペンテコストの時に捧げた犠牲ですので、Was a sacrifice of Thanksgiving. これはですね、秋恩祭にわたる捧げ物なんですね。Thanking God for the ministry that He had given him, which he finished by bringing seven Gentiles to Jerusalem to present them before the congregation. それはですね、彼がですね、長い宣教活動の結果ですね、ついにさまざまな活動に成功して7人の異邦人をつけて連れてエルサレムに帰ってエルサレムのコングリゲーションの人たちに彼らを紹介をできたというそれに対する感謝の捧げ物だったんです。He did not offer a sin offering. 彼はその自分の罪のために捧げ物をしたんではないんですね。Because his sin was forgiven by Jesus on the cross. それは十字架によって彼自身の罪はもうすでに許されているわけですから。But if people don't realize that there is many kinds of sacrifice. ところがですからこのような犠牲にいろんな種類があるということをご存じない方は、And one could say that there is a sacrifice for every occasion. それはそのまあさまざまな状況においてそれに対する犠牲があるということを知らない方は、And not only for sin. これは罪に対するものだけではなくて、That we can understand.でそういうさまざまな犠牲があるということが分かったときにこのことが初めて理解できるわけです。In Acts 24, verse 17. 使徒行伝の使徒の働きの21章の17節ですね。When Paul is talking to the Sanhedrin, これはサンヘドリンがでパウロが語っておりますが、He says, I came to Jerusalem.長い旅行の結果、エルサレムに帰ってきたんだと私は。To give charity, to give alms to my people, and to offer sacrifice. そして私は、いわゆるですね、慈善というんでしょうか、寄付を持って帰って、そしてですね、神殿で犠牲を捧げるために私は帰ってきたんだということを言っております。So you see that there is probably eight or nine different kinds of sacrifices that Naoji-san.ですがここナオミさんの作っていただいた表を見ていただくとその8種類かもっとありますかね、たくさんの種類の犠牲というものがご覧いただけると思いますが、right? そうでしょうね、そうでしょう。 And it's not all the same thing. そしてこれらが同じものではないんですね。 Good for us to remember that. ですから必ずこのことをご理解いただき、ご記憶いただきたいと思います。Anthropological observation. 人種的、人類学的なちょっと観察というんでしょうかね、ご覧でお話したいと思うんですが、Language is culture. この言語というのは文化でありまして、Among the Eskimos, 例えばエスキモーの人たちの中では。They have maybe 15 or 20 words for snow. これ雪に対してですね、15から20の雪ということに関する言葉があるんですね。And they distinguish each kind of snow. そしてその雪、この雪とあの雪の違いとかそういうことをちゃんとこう識別するんですね。Because snow is very important to them. They live most of the year in snow and ice.そしてそれは彼らがですね、雪と氷の中でほとんど1年を過ごしているからそういうことが非常に敏感になるわけですね。When an American sees a camel, もしそのアメリカ人がこうラクダを見ますと、he says, that's a camel. それはもうただラクダなんですね。But when an Arab sees a camel, ところがアラブ人がラクダを見ますと、he has probably eight or nine different names for the camel, depends on what stage in her life.The camel is. He has a different name for an old camel, a different name for a small camel, a different name for a very fertile camel that is pregnant. ですから多分ですね、アラブ人にとってはですね、その人生のこう、人生じゃなくて、ラクダ生の段階によってですね、さまざまな8つか9つの名前があるんですね。アラブ人はラクダばっかりいつも飼っておりますので。Because
Our forefathers were shepherds. Shepherd caravaneers. William Foxwell Albright, the great archaeologist, called Abraham, Isaac, and Jacob, and the children of Jacob as shepherd caravaneers. Caravan.有名な考古学者がですね、アブラハム、イサク、ヤコブのような人たちのことをですね、移動性遊牧民ですかね、なんかそういう言葉で呼んでるんですが、でそしてですから彼らはですね、羊のに対してそのこう人生の段階、羊の一生の中でさまざまな言葉を持っています。 And every one of the womenThe female heroes in the Bible is the name of a sheep. そしてですね、有名な聖書の中に出てくる女性の名前というのは全部羊と関係を持っているんですね。サラ、リッカ、レア、レアもそうですね、ラケル、ミリアム、マリアもそうですね、ミリアム。All of these are sheep in the different stages of their life. そしてその羊のですね、ある成長の段階を示す言葉なんですね。Anyone?Here is called Miriam. Maria さんっていう名前の人いらっしゃいますね。Lady Japan. No. The Portuguese Catholics that came here didn't leave great heritage here. ポルトガル人ではなんか結構そういう名前を使う人がいるみたいですが。Otherwise, half of you would be called Maria.その半分ぐらいがマリアというところもあるんですけれど。Anyone called Sarah? サラとかいう名前の方、そういう、ユダヤ人の方がラケルとか、なんかルツとかいう方いらっしゃいません？ Or レア。レア、でもルツはユダヤ人じゃないか。レアとか。まあ、have to convert you folks? まあ、皆さんに改宗をお勧めしてるわけじゃないので、覚えていただきたいと思います。Make the Bible more alive in you.まあこういうことを考えるともっとこう聖書というのが生き生きしてくるんじゃないかと思いますが、But essentially every one of these women, まあそのこれらの女性全員が、was the name of a sheep. それはその羊と関連する名前だったんですね。Because sociologically, anthropologically, sheep were very important.つまりそれは、イスラエルの文化にとってですね、もう社会的とか人類学的に見まして非常に羊というものが重要な意味を持ってたからなんです。そして皆さんがこのご覧いただいてこのようにたくさん犠牲に対して名前がついているというのは、And the distinction between each one of them. そして一つ一つのこう犠牲の中に違いがあるというのは、That means that the sacrificial cult in Israel was very, very developed. それはですね、いわゆる犠牲という文化がイスラエルの中で非常に発達していたということを物語っているんです。And they distinguished between this sacrifice and that sacrifice. If it's a sacrifice for sin that was committed by mistake or a sacrifice for sin that was committed, you know, premeditatively, there are different sacrifices.ですから例えば同じ犠牲を同じ罪を犯したといたしましてもそれが故意のものと過失のものとかによってですね違うちゃんと名前で違うやり方の犠牲というものが用意されてたんですね。そしてイエス・キリストが十字架にかかって死んだというのは The question comes up, そして I will try to answer it. What kind of sacrifice was the death of Jesus on the cross?これではですね、一体イエス・キリストの十字架というのがこの中でどの犯罪、どの犠牲に当たるのかというのはですね、今夜のお楽しみということなんですが、それはなぜかと言いますと、ヘブル書に、ヘブル人への手紙を見ますと、10節、10章ですね。The blood of bulls and goats could not atone. それはですね、それはですね、いわゆる羊や牛やですね、羊の血ではですね、ではその、だからできない贖いをしたということが書かれているわけでありまして、In other words, even if you took a bull or a goat and you took him to the priest and you offered him a sacrifice, there are sins that the blood of bulls and goats could not atone.
それはですね、いわゆる羊や牛の血ではですね、あがなえない罪があがなわれたということをこの文章は意味しているわけですね。And in the Bible, そして聖書には、there is one more very, very crucial principle in order to understand the cross. そして十字架を理解するのにですね、もう一つ重要な、非常に重要なことが書かれている要素がありまして、that one sin is not the same as the other sin.そして一つ一つの罪がですね、違うものだということなんですね。In the West, they say, well, if you stole a dollar or you stole $1 million, there's no difference. You're still a thief. つまりですね、例えばこの西洋的な考え方で言いますと、1ドル盗んでも100万ドル盗んでもですね、要件にしとまとめにしたら泥棒だと。And it's true, you're still a thief.まあ、それは確かにどちらも泥棒であることに違いはないんですね。But there is a big difference between a small thief and a big thief.ところがやっぱり小泥棒ということは、大泥棒とはえらい違いなんですね。You're still a thief, I agree. まあ確かにどちらも泥棒であることは間違いないんですが、You're still sin, I agree. まあその罪人であるということも、どちらも罪であるということも間違いないんですが、But as Jews, we measure the sin according to the punishment that the Torah gives it.しかしながらですね、ユダヤ人というのはですね、この聖書に照らしてですね、モーセの律法でどのような罪が与えられているかということによってですね、罪の深さを測るんですね。つまり大きな大きな命令もあれば、大きな律法もあれば、小さな律法もあると。And at the beginning of the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, Jesus says it to the least of these commandments.ですからこのことをですね、イエス・キリストも認めておりまして、ですから三条の水訓の初めの部分でですね、その小さな律法という言葉を使っていて、彼は、so、there is very, very important commandment. ですから非常に重要なものもあれば、命令もあれば、 that if you break them, ですからそれもしその非常に重要な律法を破れば、 and you can only break them by design premeditatively.そしてそれをですね、故意にですね、非常に重要な律法を破ったといたしますと、You cannot, oh, I committed adultery by mistake. つまり私はその勧誘をしたんだけど、これはちょっとした失敗だったんだとは言えないわけですね。There's no such a thing. つまりその過失で勧誘をするということはありえないわけですから。No, no, by mistake. You had to plan it.で、絶対その前もって何も考えずにですね、勧誘を犯すということはありえないわけですから。You had to intend it.その必ずその意図があってそういうことをしているはずなんですね。You have to execute it. そしてそれによってその実行から自ら実行しているはずなんですね。It doesn't happen by mistake. ですからもう失敗で起こったという過ちということでは本来済まないものなんです。 There are sins that you can commit by mistake. しかしその過失でしてしまう罪というのもあります。 But there are sins that you cannot commit by mistake.しかしながらその過失では起こり得ない罪というのもあるんですね。Oh, I just passed by the temple of Diana and I by mistake entered in there and venerated her and worshipped her and I bowed down to her statue. It was by mistake. I didn't really intend to, but it happened. ですからちょっと異教の神の神殿に入ってですね、私はちょっとそこを通ってしまって、その結果どういうわけか礼拝をしてしまったんだとか、そういうような空洞礼拝ということを過失でやってしまったということはありえないわけでして、 I passed by that jewelry store and I entered in by mistake and I saw that made sure that nobody's watching me and I stole a couple of diamond rings by mistake. I didn't really intend to do it. ですからもう宝石屋に私は偶然入っていってですね、そしたら偶然周りを見まして見たら偶然誰もいなかったようなので、偶然ダイヤモンドでいくつか持っていってしまったんだというのが過失だということもありえないわけです。The Torah distinguishes sin by the kind of punishment that it ascribes to it. ですからその罪に対するその処罰というものによってですね、トーラーは罪というものを測っております。 That's why there are sins that sacrifices no matter how big the bull is going to be or how big the sheep is going to beThe blood of bulls and goats that are sacrificed that cannot be atoned by any sacrifice.
ですから、要するにその お羊とかですね、お牛か、お牛とか羊とか、あのヤギですね、そういうものの、いかなる犠牲をもってでもあがらない罪というものがあるということなんです。They are the sacrifices that have the most serious punishment in the Torah. ですから、これはですね、最も聖書において厳しい処罰がされるあの罪なんですね。In Hebrew it's called karet.それはそのヘブライ語ではカレットという言葉を呼び方をするんですが、それはですね、民の中から断たれるというのがそのカレットというのに当たるわけですね。And the writer of the book of Hebrews says that what Jesus did on the cross、そしてそのヘブル書の筆者が言いたいのはですね、イエス・キリストが十字架の上で成したことというのは、is specifically to atoneFor this sin that the Torah and the sacrificial system could not atone. そしてですね、それは特にですね、そのいわゆる犯罪のシステム、犠牲のシステムによっては消すことが、あがなうことのできない罪があがなわれたということが、そのヘブル書の筆者が言いたいことなんです。In other words, the sacrifice of the Son of God, 神の子によるこの犠牲というものは、that was without sin, その罪のない神の子ですね。Is more powerful, more efficacious than all the sacrificial system put together. つまり、あらゆる犠牲のシステムを合わせてでもですね、不可能な効力が、罪のない神のこの犠牲という形で実現すると。That makes it very, very important to understand what happened on the cross. ですから、これがですね、その十字架を理解する上において非常に重要なことなんです。これはまあ単純なことではないんですね。And there are several ways to explain it, and all the ways are right, but all of them together make the picture clear. そしてですね、これらさまざまな言い方ができるんですが、これらすべてのものを用いることによってですね、全体の絵が見えてくるわけですね。But there are two things from the Torah that we need to understand first.Before we get to the New Testament. ですから、新約聖書に入る前にですね、2つですね、旧約聖書の中で確認しておかなくちゃいけないところがあるんですが、One is this very strange ceremony. 一つはですね、この非常に奇妙な儀式と言っていいと思うんですが、That happens on the Day of Atonement. これはですね、大食材日に行われる非常に奇妙な儀式ですね。And it's recorded in the Leviticus chapter 16.これはレビ記の16章に書かれているんですが、Leviticus chapter 16. レビ記の16章を見ますと、Start with instructions for the high priest. これは大祭司に対するこのやり方の説明から指示から入っておりますね。God says to Aaron. アロンに対して主は。Well, to Moses, モーセに対して主は言っております。Speak to Aaron, verse 2. 2節ですね。主はモーセに言われた。アロンに言いなさいと。And tell him that every time he comes inside the veil,時彼が会場を渡すですね。聖殿、聖誰かの聖所に入るときは、聖所に入るときには、Before the mercy seat, if he doesn't want to die,そのいわゆる食材での前に死なないように、He has to bring a calf, a male calf, 要するにオスの子牛を財産のために取らないといけないと。And a ram as a sacrifice. そしてですね、羊をですね、燔祭にしなきゃいけないと、5節ですね。And he cannot enter into the Holy of Holies with all the fancy clothes that he has.そしてですね、このなんか特別な服を着ないといけないと。Essentially, he comes in with linen underwear, only linen underwear, and linen hat on his head. These are his holy clothes.そしてですね、いわゆる聖なる服ということになるかと思いますが、基本的に言いますと、朝の下着だけ着てこいということが書かれているわけですね。And he before that has to.Be baptized, immerse himself in water, and そしてそのちゃんと御釜でこの水浴というかバプタイズですね、
宣伝という言葉になるのかもしれませんが、それをちゃんとしないといけないと。And wear the simplest of clothing. そしてもう非常に単純な簡単なですね、服に着替えて着なさい。In other words, before he comes into the service inside the Holy of Holies. ですから、施政所の中で儀式を行うときには、he offers a bull.そしてまず牛を犠牲にして、そしてヤギと子羊を犠牲に捧げて、男のオスの羊ですね。Then he washes up. そして体をきれいに洗って、Then he wears the linen underwear. そしてまあ朝の下着にして、朝の下着だけを着て行きなさいと。And then he chooses two goats.そして2匹のヤギを選びなさいと。As a sin offering and one ram as a burnt offering, verse 5. そして一つのヤギ、羊の方ですね。これは犯罪のためにするというのは5節に書かれておりまして。And he atones for himself and for his house. そしてそれはですね、家族と自分のためのこれは贖いだと。6節ですね、これが。Learn from the rabbis. これはそのラビがこのようなことを言っているんですが、その大祭司食材日に大祭司がこのようなことをするんですが、on the hem of his garment, そしてその麻の服を着まして、they had belt.そしてその麻の服にですね、金が鈴がついていると。And they would tie a rope to his leg. そして足にですね、紐、ロープをつけておくんですね。And as long as he was alive and moving, そして彼が生きている限りはですね、生きて体を動かしている限りは、the bells were ringing. 鈴がこうチャリンチャリンとなりますので、but if the bells will stop ringing, しかしながらですね、鈴の音がもし止まったといたしますと、And they didn't feel that the rope is being pulled in, it is walking or moving. そしてこのロープの方も全然動かなくて引っ張ったりとかそういうことがなくなったといたしますと、In case he fainted or passed out somehow, そうすると彼がひょっとしたら気絶したのか死んだのかということになるんですね。They could pull him with the rope out. ですからその時にですね、引っ張り、つまり誰も中に入れないので、その時に引っ張り出すためにちゃんと足にロープをつけてるんですね。And the amazing thing is, そして驚くべきことには、that few years ago, 何年か前、最近のことなんですが、not far, I mean, in Jerusalem, but by the old train station. これはエルサレムのですね、昔ね、電車の駅があったところの近くに、in the yard of St. Andrew's Church.聖アンドレー流教会ですか、スコットランドの教会があるんですけれど、そこのところですね、建築工事をやるために工事穴を掘りましたら、その時にですね、ザクロの形をした大祭司の衣についていた鈴というものが発見されたんですね。 In other words, this is real.まあ、つまりこの話が本当だったということがこれで分かってきたんですね。ですからもしエルサレムに来られましたら、イスラエル博物館ですねに行きますと今その鈴が飾られております。 So the high priest その自分自身をoffered for himself and for his family. 自分たちとその自分の家族と自分自身のために犠牲を捧げまして、Korban Hatat, a sin offering. この罪の供え物ですね、Korban Hatat と言われるものを捧げまして、which is an offering for all the sins that he didn't know he committed. それでそのまず彼自身が、彼がその過失において犯した罪というものをまずここで消さないといけないんですね。And then he takes the two goats. そこでそのこの8節、7節に進みまして、8節ですね、2つの2頭のヤギを取りまして、And he casts lots. そしてそのくじを引くわけですね。Now these goats had to be
the same age. このヤギというのはですね、同じ年のヤギでないとダメなんです。The same color. で、色目も一緒なんですね。The same size. で、大きさもほぼ同じで。And without blemish. そして傷のない、もちろんヤギでないとダメなんですが。So he cast lots. そしてそのくじを引きまして。He had two lots.そこにはその2つのくじがございまして、One says Adonai, 1つはその主アドナイというふうに書かれておりましたというくじで、And the other one says Azazel. でもう1つはアザゼルというのなんですね。アザゼルなんですね。One of the goats became Adonai and was offered as a burnt offering. そして1頭の方はですね、主のためという方でありまして、主に対して犠牲として捧げられます。つまりそれは誇られて、そして祭壇に焼かれるということですね。The other goat, そしてもう一方のこのアドデルの方なんですが、was not killed. これはその、まあ、殺されることはないんですね。The high priest took it in the courtyard in front of all the people. そしてそこの神殿の庭にですね、大祭司はそのヤギを連れて行きまして、Laid hands on the head of the goat. そしてそのヤギの頭に手を置きまして、and confessed the sins of Israel. そしてイスラエル on the head of that goat. そしてそのイスラエルのすべての罪をですね、そのヤギの頭の上で告白するわけですね。In English, they called it was the scapegoat.これがまあスケープゴートで食材のヤギという言葉の語源になっているものなんですが、 In other words, this goat was inferred on his head all the sins of Israel. ですからもうこのヤギ一頭がですね、イスラエルの全ての罪をここで負うことになるわけです。 We have another very very important big principle. まあもう一つここに非常に重要な原則がございまして、 We all have our individual personal sins that we committed unwittingly, not on purpose. まあ私たちもですね、故意ではなくて過失でですね、犯した一人一人が持っている個人的な罪というものが全員あるわけですが、Is that right? どうでしょうか。過失で犯した罪というものが、まあ、皆さんお持ちでしょうか。Everybody loves Marcia, my wife. まあマーシャさん、私も知ってる人はみんなですね、マーシャさんのことが好きになる私の家内なんですけど。And everybody says that she's a real saint. でも彼女のことはみんな聖徒じゃないかと言って周りの人が言うんですけれど。And many people say that she's a saint because she managed to live with me for 40 years. ですからそれはですね、40年間もにわたってシュラム先生と生きて生活できたというのは、これは聖徒以外の何者でも。And I agree. まあそれは私もその通りだと思います。But even Marcia has some inadvertent sin that she committed by mistake, not even knowing about them. まあですから、もし彼女が知ってるか知らないかわからないですが、もちろん彼女でもですね、何かその過失で犯してしまった罪というものがあるわけですね。All of us have them. もう私たち全員がそういう罪を持っております。But we also all have collective sins, national sins. そしてですね、そういうところがですね、それ以外にですね、いわゆる集団的な罪というか、民族的な罪というものがあるんですね。It's true about Israel then, it's true about Israel today. まあこれはイスラエルにとってもですね、かつてのイスラエルもそうであったし、現在のイスラエルもそうなんですが、It's true about Japan. まあ日本にとってもそうでしょうし、It's true about the United States. これはアメリカもそうですが、There is no group of people that doesn't have some collective responsibility and some collective sins. つまりですね、いわゆるそのどんなグループであってもですね、いわゆるそのグループが集団的な意味で持っている責任というか、罪というものがないグループというのは存在しないんです。And they don't all have to be sins of commission, they can be sins of omission.まあ、そしてですね、まあ、こう罪を犯す場合もありますし、犯される側である場合もあるんですが、It doesn't have to be that we did something bad collectively. まあ、つまりそれは悪いこともですね、だけがその集団的なものではなくて、It could be that we didn't do something good collectively.
その例えば、we should have done and we didn't do. それとかですね、私たちが本来やらなくてはいけないことをやらなかったというような罪というのもあるわけですね、また。I travel almost every year to Germany. ですから私は毎年そのドイツの方に旅行するんですが、ほとんど毎年。And without failure.Without failure, every year comes some old German that can barely walk and says, I should have died a long time ago. I should have been killed because, you know, cut my head off, cut my head off. What happened, Mr. Old Man?まあ、例えばドイツで言いますと必ずですね、私はもうこんなに生きているべきではなかったとか、私の手を切ってくれとか、そういうことを言う人が現れるんですが。He says, I raised my hand and I said, Heil Hitler!つまりそれは私はですね、I don't deserve to have a hand. 私はですね、ハイルヒットラーというふうにこの手を挙げて唱えてしまったんだから、この手というものを私が持っているだけの価値がない人間なんだということを言うお年寄りの方がいらっしゃるんですね。I feel always terribly embarrassed by this kind of a situation. 私はもうこういう時も非常になんか恥ずかしく思うんですが、Who am I? I'm God. I can't forgive sins and I can't forgive collective sins and I...Certainly can't forgive a sin to a man that didn't do anything back to me personally. ですから非常にまあこれはですからあのユダヤ人に対して犯したですね、あの集団的な罪ということに対して非常にドイツの方で罪の意識を持っておられる方がおられまして、で私もそういう場面に遭遇すると非常に困るんですね。私個人として別に何もそのひどいことをされたわけでも何でもないわけですが、あのいわゆるそういうことをおっしゃる方がいらっしゃいます。 But we all do haveCollective sins. でまあ、こういうような意味ですね、私たちはあの必ずですね、集団的な罪というものを背負っております。Several times in the Gospels. まあ、福音書の中でも何度かですね、こういうことが出てくるんですが、Jesus says to his disciples, まあ、イエスがその自分たちの弟子、自分の弟子たちに語っているところで、that he came for the lost sheep of the house of Israel.これはですね、イスラエルの家の失われた羊のために私は来たということを彼は何とか言っておりますが、It's not only for individuals. これはですね、いわゆる個人レベルでの話をしているわけじゃないんですね。だけの話ではないんです。And in Luke chapter 2, ルカによる福音書の辞書を見ますと、Simon, the old righteous man that waited to see the salvation of Israel before he died.彼が死ぬ前にそのイスラエルの救いを見ようというふうに彼は待ち望んでいたわけですね、シメオンは。And he sees that little baby, 30-day-old baby that his parents brought into the temple. そして生まれて13日目の赤ちゃんがですね、こう神殿に入ってきたのを見まして、And he says, My eyes have seen the consolation of Israel. そしてそのイスラエルの救いを私はこの目で見たということを言って喜んでいるんですね。Because the crossHas not only an individual effect, it has a collective effect for all of humanity. 十字架というのはですね、つまり個々の人間に対する影響があるだけではなくて、その集団として人類全体としての存在に影響を与えるものなんです。And I would say even more than that, and I hope you ask questions.もっとこのことについてあの申し上げたいことがあるのでちょっと質問してみたいんですけれど、それはですね、十字架というものにはですね、宇宙的な効力があるということですね。 Something changed ontologically in the forces of evil in the world when Jesus died on the cross and when he raised from the graveイエス・キリストが死んでですね、復活したということによってですね、悪の力というものに対する根本的な変化が起こったということなんです。We are not living in the same world anymore. もうそれでですね、かつてとは全く違う世界に私たちは生きることになったんですね。And even in Asia, これはアジアにおいても、where most of the Asian people are still worshiping idols.まあ、まだアジア人というのは大部分が偶像を崇拝しているという状態にあると思いますが、The values have changed. そのしかし価値というものが変わって、And the countries like Japan and China and India and Thailand and Burma, Myanmar now, they've all been influenced by the Bible, whether they know it or not, whether they like it or not.つまりところがですね、ビルマであっても、アジア中のどこの国であってもですね、彼らが好むと好まざるに関わらず、知ると知らないに関わらずですね、十字架というものによって大きな影響を受けているということなんです。
King John's Magna Carta in England wouldn't have happened if Christianity wasn't in England that time.これキリスト教っていうものがもしなかったとしたらですね、イギリスでですね、マグナカルタ大憲章ですかというものが書かれているようなことは絶対なかったわけですし、China would not have been afraid of public opinion in the world for what happened in Tiananmen Square a few years ago if it wasn't for the influence of the Word of God over all of humanity, over the forces of evil in the cosmos.もしですね、宇宙全体の悪というんでしょうか、世界全体に対してその、聖書という十字架というものが影響を与えていなかったらですね、中国はですね、天安門広場で起こった事件について世界中の世論ということを別に気にしない必要は、気にせなければいけない必要は何もなかったんですね。 When the writer of the book of Hebrews ヘブル書の筆者が writes the letter が手紙を書いたときに In chapter 2, verse 14, 2章の14節15節で He stated that something happened to humanity. その人類全体に対して起こったことがあると Humanity was freed from the chains that the devil held it by the death and the resurrection of Jesus Christ. イエス・キリストの十字架と復活によってですね、悪魔の支配下になったであったものがそうじゃなくなったんだということをここで伝えているわけですね。And I'm not talking about the disciples of Jesus, the Christians in the world. I'm talking about the whole world. 私はですね、イエス・キリストの弟子たちであるとか、キリスト教徒だけではなくてですね、それ以外の人々にまで影響が及んでいるということを申し上げているんです。The sacrifice of Jesus was not only for me as an individual.つまり私自身、例えば個人レベルでですね、イエス・キリストの犠牲というものが意味があるだけではなくて、yes, it was for me, but not only for me. 私にはもちろん重大な影響がありました。だけれど私たちだけではないんですね。Read verse 14, 15 of Hebrews 2. See that there is a cosmic effect. Okay. And 16. Hebrews chapter 2. ヘブル人への手紙の2章の I'll read to the end of the chapter from verse 14. Yeah. ですね、ヘブル人への手紙の4章の2章の14節、2章の14節から終わりまでお読みいたしますと、このように子たちは、血と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同様にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。確かに彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。そこでイエスは神の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を贖うためにあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかった。主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのである。まあ、この何節かの中に非常に重要な情報がたくさん含まれているんですが、つまりその十字架においてイエス・キリストが死んだ時に、The forces of evil in the world, the forces of Satan in the world were no longer the same.As they were before his death. ここでですね、死の力を持つ者、すなわち悪魔、この力というものがですね、この十字架の前とは全く違う状態になったということを言ってるんですね。Something changed. 何かが変わったんです。The book of Revelation puts it in other terms that the devil was chained until he will be released again.つまりですね、これは黙示録の方にはですね、再び悪魔が解き放たれるまで変わってしまったんだというような意味で書かれております。 There are practical applications that for our daily lives. これはですね、私たちの日々の現実的な生活に実践的な問題なんです。 One application should be and ought to be and ought to be taught that we are released from the fear of death. それはですね、まずその死の恐怖から解き放たれされているということですね。これが重要なんですね。 If you believe thatJesus rose from the dead. もし皆さんが十字架でイエス・キリストが死人の中から蘇ったと信じておられるならば、If you believe that on the judgment day, He will atone for your, by His blood, for your sins, and you will be saved, released from responsibility for your wrongs, for your sins,
もしですね、イエス・キリストの十字架によって、また血によって、あなたの罪というものがですね、最後の裁きの日に裁かれないものとなっているというふうにすれば、まあ、これがですね、皆さんに対してとてつもない強さを与えるはずなんです。That ought to release you from this natural instinct, the fear of death.つまりこうみんな全ての人が自然に持っているです、ね、死への恐れというものから皆さんは解き放たれるはずなんです。 I experienced it. 私はそのことを経験しておりますし、 I experienced it more than once. 私は何度もそのことを実際に経験したんで申し上げているんですが、 And I'm not saying that to boast, because there's nothing to boast about.私はその別にこれをまあ自慢するために言っているのではなくて、それはもう本当にその通りだから申し上げているんですが、1981年にその3ヶ月間ほどにわたってですね、非常にこう厳しい迫害というものがありまして、私には小さな子供がいたし、まあ、そのずっとですね、問題ばっかりですね、昼も夜も生徒派からの迫害を受けていたんですね。Judah's mother, God bless her, used to disguise herself with a hat and big glasses and jump over fences to come to services, because the Orthodox were in the front door harassing everybody that came to our house.それはですね、ユダさんのお母さんはですね、その時にもあの私たちのこう集会をしている部屋の家の前にですね、正統派 あの人たちが立ってもむちゃくちゃ暴言を吐いたりいろんなことをしてたので、彼のお母さんはですね、裏から塀を飛び越えてなんと集会に現れたんですね。I finally after they threw 40 live mice into my house.そしてですね、あの最後にはですね、もう私生きたネズミをですね、40匹かな、50匹かな、あの私のアパートの中に放り込まれたりとか、そういうこともあったんです。And miraculously myself, my wife that was deathly scared from mice, and my mother who was also very scared from mice, we managed to catch 39 of the mice in about 20 minutes. That was a miracle.でも私もですね、家内もですね、それから私の母親もですね、ネズミというのがもう大嫌いなんですけれど、どういうわけかですね、あの20分ほどかけまして、その39匹を追い出すことに成功したんですが、I felt like the footprint from Hamlin. ハメルーンの笛を吹いたもののような感じが私は納得したんですけれど、Except I didn't take them alive, I kicked them against the banister with a broom or whatever and threw them in the bathtub.And then that night I took him to the police chief. まあそれですね、まあいろいろなんとか片付けましてからですね、警察に連絡をしまして。And he was more scared from the mice than my wife was. まあ私と、そしたら彼の方がもっとですね、あのネズミを怖がったというのがなかなか面白かったんですが。But the next day I went to Uriloy Polyansky, who is now the mayor of Jerusalem.そしてですね、その次の日にですね、私はルイ・ポリアンスキーというその現在エルサレムの市長になっているこう男のところに行きまして、sitting in his office。そして彼の、事務所に座りまして、I walked in by myself。まあ私自身で行ったわけですが、and he was shocked that I was not afraid to come to his office.そしてですね、彼がそのまさに迫害の張本人だったものですから、あの私がその平然と事務所に現れたということにも彼は非常な衝撃を受けまして、ですからそれらの その迫害すべてをですね、あの組織していたのが彼だったんですね。ですからもう私はそこでですね、もう、まあ、あなたは私が殺したいんだとのかと、殺したいんだったら殺せってこう頭を私が机の上に置いたからって言ったわけですが、He was more scared than I was. そしたらもう彼はもう非常に恐れまして、Said I want to stop preaching. ですからその教えるのをやめてほしいんだと、Stop evangelizing. ですから伝道するのをやめろと、I said I'll make a deal with you.ですからそしたらちょっとその交渉取引をしようと私は彼に I'll stop evangelizing for three months if you stop your persecution for three months. ですから私がその3ヶ月間もしその伝道することをやめるならあなたも3ヶ月間、迫害することをやめるかと We'll make a ceasefire for three months. でそして3ヶ月間その停戦協定を結びまして She said fine.
そしてそれではどうかということになりましたら、よし、彼もそのよし、わかって。そしてですね、もう一つ彼が条件を出してきまして、私にですね、ラビのところに行って3ヶ月間勉強しろということを言ったわけですね。I said, it's a deal. よし、わかりましたということで。We shook hands. そしてこう合意に至ったわけですね。I said, it's not enough to shake hands. Put it on paper.もうそれですね、これはもう握手しただけでは信用できないので、ちゃんと紙に書いてお互いにサインしたわけですね。そしてヤドリアヒムのボスだったんですけど、彼からこの手紙を受け取りまして、その紙を受け取りまして。その時はこう印刷とかプリンターとかそういう上品なものが、コピーとかそういうのがなかったもんですから、ちゃんとこう、いわゆるカーボン紙ってやつですね。それでこう2枚ちゃんと作ったんですね。And he wrote on the stationery, the agreement.そして合意条件を彼が全部書きまして、 He signed it. 彼がサインをして、 I signed it. 私もサインをいたしました。 He put the stamp of Yad Lachim on it. ほんでヤドレアヒムのスタンプをパンと押しまして、彼が I gave him my phone number which he already had because he's been harassing us on the phone for a long time. ほんでまあその一応彼に電話番号を渡したんで、も彼はいつも嫌がらせの電話をかけてきたので、当然当時知っていることではあるんですが、一応教えまして、 I walked out of his office. そしてこの事務所から出まして、 straight to the chief of police. そして警察のところに行きまして、 I said, here we have a signed confession who is persecuting us.そして、ね、彼らが迫害を主導していたという証拠がここにありますと。That's not the persecution. そして、まあ、それによってですね、この迫害が収まったわけですね。But I did go, I kept my end of the bargain, and they did too.しかしながらも彼らもそれでその約束を守りましたし、私もちゃんとその彼らとの約束を守りました。I did go to Hebron and study with one of the most wonderful rabbis in Hebron. その彼らが行けと言ったラビはそのヘブロンにいたんですが、私はそのヘブロンのラビのと素晴らしいラビのところに行って勉強することができました。And I learned a lot. そして非常に多くのことを学んで、そのことを非常に私は楽しむことができたんですね。He tried to convince me.That Yeshua was not the Messiah. まあ彼はですね、一生懸命そのイエスはキリストではないということを証明しようと思って頑張っておったんですが、And he didn't succeed. ところが彼は失敗いたしまして、But I learned a lot along the way. しかしながらその過程の中で私は非常に多くのことを学びました。But this text in Hebrews. そしてそのしかしここのヘブロ書に書かれていることは、ought to be taught to every young believer, every old believer, and it's never too late to get released from the fear of death. そしてもう皆さん、いつから今からでも遅くはないですし、そのすべての若い人も年老いた人も学んでいただきたいんですが、私たちがすでに死の力から解き放たれている、死の恐れから解き放たれて垂れているということを学んでいただきたいんですね。It gives the Christian tremendous power to live.それによってクリスチャンにはですね、恐れをせずに生きるという素晴らしい力が与えられるんです。そしてしかしこれにはですね、宇宙的な効果というものがあるんですね。We were released from the slavery, the text says, we were released from the slavery that this fear of death held us in the hands of the devil. That's the tool of the devil, that fear.つまりその死の恐怖というものが悪魔の道具であってですね、これによって私たちが奴隷になっていたと、そしてその状態から解き放たれたんだということを言っております。Does it say that in Japanese that we're released from the slavery? Yes, yes. 奴隷となっていた状態から解き放たれたということですね。So something cosmic happened in that cross. つまりその意味でですね、宇宙的な出来事がここで起こっているわけです。It's not only the forgiveness of my sins.つまり私の罪が許されただけではなくて、そうじゃなくてですね、17節のところを見ますとですね、民の罪をあがらうためにということが、17節の中ほどに書かれております。 Yes, sure. All right. So I've said a lot. I'm going to just summarize this last pointですからちょっといろんなことを喋ったので、最後の点をもう一度まとめておきたいと思いますが、
The evangelical picture of what happened on the cross, the sacrifice of the cross. 福音派の皆さんが考えております十字架の犠牲によって起こった出来事というのは、concentrates on my sins as an individual, my personal guilt as an individual. つまり個人的な私の罪ということに物事がほとんど集中しているんですね。And that's true.そして個人的な罪が許されたということもこれは事実なんですが、そして非常に大切なことではあります。しかしながら十字架というものにはもっと大きな側面があるということですね。つまり民族の罪に関する問題とか、私たちのグループが持っている集団的な罪とか、そして宇宙的なレベルの影響もあるということです。Issues of evil, of ontological evil. つまり宇宙全体における悪というものに関する影響ですね。It has an existential effect on humanity, whether they are believers or not. つまりこれはですね、ビリーバーであろうがなかろうが、そのものの存在自体に関わる変化を及ぼしているということなんです。And I repeat the text that I mentioned yesterday. We didn't read it. We should read it.From 1 Timothy 4:10. テモテ前書のですね、4章の10節をちょっと読みしたいと思います。昨日もなんか印象だけをして、ちゃんと読まえ、フレームだけ触れてちゃんと読まなかったのだと思いますが、テモテ前書の4章の10節ですね。これは、私たちはこのために労し苦しんでいる。それは全ての人の救い主、特に信じる者たちの救い主なる生ける神に望みを置いてきたからである。つまりここを読みいただくとすぐ分かったと思いますが、全ての人の救い主だと、特に信じる者たちの救い主ではあるけれど、全ての人の救い主なんだということが書かれております。If you're believers, consider yourself lucky. そしてもし皆さんがビリーバーであるというふうに考えておられるならば、まあ、ラッキーな方なのかもしれませんが、consider yourself blessed. そしてその恵みについて、祝福についてお考えいただきたいと思います。 Because you especially so got saved from the cross. つまりですね、これはですね、特に信じる者たちですから、あなた方は特に、救われたということなわけでありますから。All right, we'll open up for questions now. では、ここのあたりで質問の時間にしたいと思います。